こんにちは、辻岡です。今日はね、9月30日の、深夜になるんですけれども、なんとね、イカリングが、9月30日をもって終了ということで、せっかくなんでね、自分の記録、僕ずっとねスプラ1、うまくはありませんでしたが、みんなとね楽しんで遊んできたので、イカリングをねちょっと見ていこうかなと思います。さすがにね、やっぱもうスプラ2がメインになってきていて、フレンドリストね、いつもここずっとね遊んでる人たちとかオンライン山ほどいたんですけれども、今2,4,6,7名と、ちょっとじゃあね、最後まで遊んでるみんなのランキングと そしてね僕の乗りポイントとかも記録しておこうかなと思います。今のランキング、カインくんやってるね。お、ブンブンハロイカさんはあれだ、かくれんぼに出てくれた人ですね。ちなつさんはあられさんですね。あ、グラタンさんもいるぞ。グラタンさんは最近、フレンドになった人ですね。ヒカルくんはね、妖怪ウォッチ時代からかなりお世話になってる、ヒカルくん。ヨッシーくんも結構長めですね。そしてフォアブラくんも結構僕企画するときはいつも参加してくれたりしますね。クロボさん、クロポさんは多分ツイッターでも、たまに話しかけてくれるクロポさんでしょうね。お、スターくんもやってるね。スターくんもちょびっとだけやってる。そしてランさん、ランさんは僕が起動して縄張りとかに入るともう一番に入ってきてくれた人ですね。何にも告知してないのに、見てたのっていうぐらい速攻入ってきてくれる。さあ、ちょっとフェスの僕のねフレンドさんのフェスのデータをちょっと見せちゃおうかな。ランキングを見せちゃおうかな。僕のフレンドさん1位はメタナイトさんでしたね。メタナイトさんは元気にしてるんでしょうか。あんまりスプラ1でね入ってきてくれたことないような気がするな、メタナイトさん。そして、僕、スプラ2でも結構お世話になってるね。スプラ1ではねスプラスカンストもしてる加藤くんが1803と、そして木野さんももうかくれんぼやね企画でも本当に率先的に入ってきてくれて、しかも活躍してくれる最上級のリスナーさんですね、木野さん。パプリカさんもね結構企画とかは参加表明してくれてた気がするな。煎茶さんもなんか覚えてる。サムさんは同じ山口県、スプラ2でもね結構話しかけてくれてます。カイトオロチさんは今でもツイッターで話しかけてくれますね。サーワンさんは僕ウームのね握手会あったんですけど、サーワンさん来てくれました。あ、キノさんとランさんも来てくれましたね。サーワンさんも来てくれました。今でもスプラ2でねいろいろ参加してくれたりしてます。あ、Z クラブさんとか覚えてるな。マイクラでも結構参加してくれたよね。Z クラブって書いてくれたような気がする。爆撃さんもスプラのかくれんぼでね面白いバグ技をいっぱい教えてもらって、ただ動画に出るたびにねチーターがいるって大騒ぎされた爆撃さん。なんか漢字にする技があるみたいだね。ショートさんも結構かくれんぼとか企画の時にツイッターとかでね話しかけてくれてますね。ハッチー生活さんはね YouTube のコメントで主にお話ししてくれてますけど、結構入ってきてくれますね。どの時間帯に僕が入っても結構ハッチーさん入ってきてくれる。ビオさんとかもRPG 大好きビオさん、そして無限さんポケモン大好き、あと東方が大好き無限さん、アーさんはたまーに縄張りに入ってきてめっちゃ煽りまくるって覚えてるぞアーさん。さすがにもう見てないかもな。ユーマくんは確かプチパンさんのお友達じゃなかったっけ。そしていつもねスプラ2でもいつでも入ってきてくれるりょうたくん、そしてツイッターで絡んでくれてるくまてつさん、シンデアガールさんもたまにこう話しかけてきてくれますね。肉まんさんもちょっと覚えてるぞ。ちえかさんはスターさんですね、覚えてますよ。今でもカービィ関係のこととか可愛いものでツイッターで話しかけてくれたりしますね。ももさんは僕より後にスプラ始めてぐんぐん S プラスに行ってしまった人、これは多分まだね S に行ってない頃なんだろうな、1400だから。ももさんすげえぜ、ゲーマーだね。ラーテル君はスプラ2でもね率先的にいろいろ入ってきてくれますね。そしてさっきのヒカル君に、あ、ジャスタウェイ君もなんか見たことあるな。サムス君もねバスターズ時代結構長いよ、妖怪ウォッチのバスターズ時代から一緒にやってるサムス君。ちょっとツイッターができてないのでねなかなか一緒にできてないですけど、こうなんかいい機会があったらねまたサムス君ともいろいろやりたいな。そしてアユさんはかくれんぼやると絶対に応募表明してくれるっていうね。アユさんどんだけネタあるんだよっていつも思ってます。そして僕が1411、恥ずかしい。春雨さんにももさん、コロッケ食べます竹春くんですね、これね。竹春くんは今、竹春くんは、ね、今も
僕がねツイートしたりしたら結構いいね爆撃をしてくれますね。アイリさんもあのマインクラフトでお世話になったな。アイリさんのマインクラフトの街はものすごい綺麗でしたからね。あ、小杖さん、香川うどん県に住んでる小杖さん、小杖さんスプラ2でも頑張ってますか。あ、ショーンくんはこれは、オーストラリアのリスナーさんですね。ちょ、元気ですかショーンくん。そしてイッツァーさんはねスプラ2でもねいろいろ企画にね参加してくれます。そしてメンネコさんはケイさんかな、 YouTube のコメントでよく来てくれてますね。ミスターカズイカくん、あ、フランドールさん覚えてるぞ。フランドールさんも結構初期の頃に、頻繁にね話しかけてくれた人ですね。元気ですかフランドールさん。ディアジュになったのはよく覚えてますぞシリュウさん、お、鳥の子さんもいるね。鳥の子さんも頑張ってるな。あ、シラホさんもよく話しかけてくれるシラホさん、こんなとこにいたんだね。そしてオレンジくん今テスト中かな。テスト頑張って、テスト期間中はちゃんとねツイッターも来ない、ゲームをしないって自制できてる、すごい人、頑張ってほしい。オレンジくん熱いコメントをたまにくれるオレンジくんです。そしてあられさんですね、これね。そしてリリララさん、今マックでバイトしてるんじゃなかったかななぜか個人情報結構知ってるっていうリリララさん。そしてお、人参さん、こんなところに、まさか人参さんも結構始めるの遅いぜだけど僕はあっという間に抜いてった感じですかね人参さんスプラ2でもねたまに入ってきてくれるんですけどめちゃくちゃ強いっていう感じですかね。じゃあ僕のデータを見てもらっちゃおうかな。ランクは50、腕前はね S に僕の動画見てもらったらわかるんですが腕前を S にしてもらいました本当に勝てなかった。スプラ2発売日前にねみんなの力で上げてもらいました。そして塗りポイント的にはやっぱり僕ずっとね初期はローラーを使ってて、ローラーがねカンストしてますね。それで S 目指すようになってね、やっぱりあのスプラの動画見た時にカーボンが強い、カーボン最強みたいな感じで、スプラの動画も本当にねいろんな人のを見て、カーボンの練習をしてカーボンでいこうと思って、84万ぐらい塗ったんですかね、もうこの下との差を見てもらったら分かるよね僕がどんだけこうローラーを使ってたかっていうのがね。そしてノバやスプシュ、こんな感じで、本当にねローラー以外は遊んでない、多分ねスプラを10分の1ぐらいしか楽しんでないこれスプラをねずいまで楽しんでる人ほんと平均的にね塗りポイントあるからね。一番塗ってないのがこれバレスピか、これすげえ300ポイントって1日で塗り替えられそう。ということで今日はねイカリングの情報をちょっとね最後僕のね記念に残しておこうかなと動画にしてみました。せっかく起動したんでねスプラ1もちょっと遊んでみようかなと思います。うわー久しぶり、あおりちゃんほたるちゃん久しぶり。よし、縄張りをちょっと何試合か遊んでみましょう。フレンドさん来てくれるかな。今日はイカリング最後の日だよ。誰か来てくれたら嬉しいけど、いやーなまってるだろうなみんな名前がすごい。結局僕そういやチーターさんには合わなかったですね。トラトラトラ、煽りに煽る IQ もう読めねえ。よし、塗りまくる、すっげえ早い。こんな早かったっけ、めっちゃ早いぜ。うわー、そしてコントローラーが重い。みんなあれだもんね、これ同じコントローラーだもんね、みんなちゃんとこれ使ってんだもんね、この重いのおっと危ない。何ちくしょう今後ろ取ったと思ったのに。ひでえ、今のスパショひでえお
あ、でも食い物なんか直感的操作は絶対こっちの方がいいな。あーマジかやられた、煽りに煽られたわ煽りに煽られたっつってくっそ悔しい、くっそくっそ一人でこっそり泣く煽りに煽られたうわうわ腹黒腹黒め、ゼロキルじゃねえかよ泣けるんだけどひどすぎる、ごめんみんなごめん、あ、ギア忘れてた、まあいいや。来たぜランさん来てくれましたよ、行くぜ、ナイス頑張ろうぜランさん頑張ろうぜ、あー死ぬあぶねえ、使っちゃうね、あーくっそチャージャーの餌食になった塗っとけいやうまいうまくねみんなまたゼロなんだけどまたゼロキルなんやけど、よっしゃゼロキルは回避したぜちょっとマジむずすぎなんだが、よっしゃよっしゃいや煽りに煽るをやったぜ、煽らないけどね僕は、倒しても煽らないけど、ランさん以外来てくんねえかな、お、あゆさん来てくれたね、あゆさんありがとう、行きましょう、あゆさんはフレンドさんですね、ナイスナイス打ってきましょう、逃げろポイズン、やだ待って、あバケツも強いなスプラ1じゃほとんど使わなかった必殺をスプラ2では使ってんだもんな僕、ちょっと不思議な感覚、ほらえうわちょちょちょ、うんこキングうんこキングをやっつけたぜ、あーすげえなー、この時代のノバノバの爆風やばすぎでしょ、ノバの爆風こそ修正すべき、やべこれ絶対見られてる、よし、あー嘘、今のダメなの、ピーチくんピーチちゃん今のダメ？久しぶりスプラマンやったら楽しいね。これが若さか。おお浮いたぞおい。浮いてね。浮いたように見えただけか。おい初めてチーターかと思っちゃったよ。うんこキング。うんこキングやるな。今スローモーションに見えたんだけどみんなは見えなかった？スローモーションに。上から叩いてけ。もうダメだ。あーマジかバリアもうバリアきついよガロンさんもうしょんぼりすんのやめてやる気なくさないで2キルおいあゆさん塗りまくってるけど4デスですよ、おお来た来た来た、りょうたくんいつも来てくれると言っていたりょうたくんが来てくれましたよ、すげえ頑張りましょう、よし、いや夏いなぁこれ、これ僕毎日やってたんですよね、スプラエッセイの道の時ね、毎日みんなに練習付き合ってもらって頑張ってました、
うわ、ダイオウイカとかすげえ久しぶり見た。ほら、よっしゃ、ほら、あー、ダメだった。誰か先にやってくれてたな。よし、いいぜ。おー、りょうたくもカーボン持ってんの。おっと、車線が見えておる。ひょいひょい、ひょいひょい行く。おちょくっていく。おいおい、いいね、気持ちいいわ。楽しい。くそ、誰一人やれない。しかもやられていく。よし、結構制圧してない。あっち側から来るか。あー、くっそ。くっそ、やられた。よしよし。さあ、久しぶりにね、面白かったんで、タグマッチやりたいと思います。タグマッチの方もちょっとやっちゃいたいと思います。いくぜ、マヒマヒ。僕落ちちゃわないかな、大丈夫かな、不安だけど頑張ります。ランさんとタッグですね、行きましょう。さあ、やるぜ。もちろん完璧な集中。よし、行くぜ。集中していくよ。あ、わざと落ちるなんてことは絶対にしない。さあ、ちょっと待って、よくずれて戦況見ろ。と言っても言っても意味ないんだよな。あー、そうだ。あー、っとそこ、あ、くそ。一応見ていったんだけどな。ダメだった。しかも味方がちょっと落ちまくってたね、今ね。ここいる。嘘だろ、マジか。うまいな、動きがな。もうなんか、あー、やべえ、見つかった。恥ずかしすぎる。卵ボーロにやられた。ボーロに、やばい。食い棒ピョンと投げられる。うめえな。今のこっちか。よし、振り返って撃てたけど。よっしゃ、よーい、いけ、頑張れ、俺頑張れ。あー、もう右からも来てた。楽しいな、楽しい、この駆け引き楽しいな。よっしゃー、よっしゃー、卵ボーロやったぜ。あ、しかも、バカ。上で見えてなかった。バカやったわ。飛べー、あ、飛べない、終わった、終わってた。6キル11デスでした。さあ、デカライン降下した。よし、見えてる見えてる、じっくり見ていけ、ちゃんとくるっと一周回って。ちょっと待って、いる。そこにいる。ちょっと飛び越えたぞ。あー、いる、やったに。イエーイ。うわー、ぶんね。見えてきた見えてきた、ほら。見えてるぜ、ほら。あ、届かない届かない、届け。よっしゃ、届いた。気持ちいい。どうぜ、行こうぜ。おー、危ねえ、夢の向こうへ。よっしゃ、いいぞいいぞ、これよし、道を作れ、飛んでいけ。おっと、スペシャルか。あ、そう。やられた。いや、でも20までいったぜ。戦えるって言ってたの大嘘になっちゃったな。おいしょ。よし、相打ち、まあ、オッケーオッケー、相打ちなら。やべえ、
最後返されないように奪い取れ。延長になったらおい、あ、やばい、よし、ナイス8キルできましたね。まあ一番下でしたけど、オッケー、楽しかった。10月1日になったんですけどね、普通にイカリング使えるんだけど、あれ僕イカリングがね閉鎖されて、もうこの URL は使いませんみたいな姿でね、さよならイカリングとか言おうと思ったのに台無しだよ。もう今日動画出すけど10月1日でまだ使えました。9月30日末で終了っていうのは多分目安った感じで、結構猶予期間があるみたいですね。今日の朝ね、僕イカリングがね終了するので、久しぶりにスプラマンやったら面白かったって言ったら、結構みんな、フレンドさんがやってますね。デメキン君もやってるし、千夏さんもカインさんもイッツァーさんも久しぶりに起動してる。はい、ということで9月30日末に終わる予定でしたけど10月1日時点まだねイカリングは繋がるみたいです。それじゃあ土の子でした。何度でも蘇るさ。